こんばんは。こんばんは。すいません、お待たせしました。お待たせしました。すいません。こんばんは。はい、始まりましたかね。始まりました。どれがいいかな。あ、間違った。はい、皆さんこんばんは。削除だよ。はい、本日もよろしくお願いいたします。ケンさん、お願いします。はい、ケンさん今インスタアップストーリーアップ中ですかね。いや、あげなくてもいいんですよ別に。いやいや、始まったんで。いいことですお願いします。いや、もう別に。いやいや、お願いします。ケンさん、ストーリー、え、いります、いります。ケンさん、ケンさん、いつものあのやってますっていう現在進行形でお願いします。今日も嘘嘘じゃない。え、嘘じゃないです。大体わかるんじゃないの。違う、なすかさん、大体わかるって。ケンさん、ストーリーお願いいたします。嘘じゃないです。わかる、ほら、わかるよね。わかるって。いや、それ来てる人はね、来てくれてる人はわかりますけど。わかってるよね。あの、ちょっとこう、ね、パラリンピック見てますだって。お、そうか、パラリンピックですね。嘘、どっちも見ようとしてるってこと。ながら見ってこと。さっきコメントでありました、あのテレビでサッカー見ながら携帯でケンさん見てるって方もいらっしゃいましたね。すごい器用ですよね。器用だね。これでいいか。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。よし、まだ仕事だ。音消して見てる。ああ、すごい。ストーリーすごい。すごい、ストーリー上げるぐらいならコメント拾ってっていう、なんかすごい辛辣な人がいる。あ、ストーリー早くしようっていうね、ハートマークで、うん、やっちゃおうって方もいらっしゃいますね。なるほど。あ、ドキュメンタリーすごく、ナレーションのお仕事たくさんしてほしいっていうコメントもあります。ケンさん、ありがとうございます。友達がさ、はい、今日は YouTube だってことを忘れててさ、はい、You have YouTube shooting today って聞かれてた。ああ、今日っすか。うん、ご飯食べに行くつもりだったんじゃないかな。そこね、毎週木曜日はね。俺、髪切ったってコメントありますね。切ってない。切ってないよ。切ってません。切っておりません。トップスオレンジです。ほくろはここ、これ、ここ、目の上ですね。眉の下ですね。ストーリーズ、あれ、間違えた、間違えた。ん、ほくろシール買ったら。あ、ほくろシールなんてものがあるんですね。何それ。今コメントでほくろシール買ったらって。黒シールなんてものがあるの？ねえ。トップスメント、赤に見える。そうですね、ちょっとカメラと照明の関係で赤に見える。そうなんですよ、ちょっと画面越し赤色に見えるんですよね。なんかね、ここを来るとそうなんだよね。うん、肉眼で見たわけオレンジなんですけどね。そう、なんか知んないけど。英語でお話するんですか？英語で？なんで？そのお友達の方となんか英語送ってくんだよな。あ、全日本人の方でってことですか？なるほど、なるほど。文面だけ英語なんですね。うん、送ってくんだよ英語を。なぜか分かんないんだけど。うん、そうなんだよ、送ってくんですよ英語を。難しいですね英語で。21、20やって、あ、今か。はい、やってますっていう感じです。よいしょ、よし、これでもいい。さよなら。で、なんだっけ、 To be mentionedケン君スリムになってる。なった？どういうこと？ちょっと今日ね、昨日寝てないからじゃん。
寝られてないんですか昨日。昨日何時だ。6時。何時起きですか。9時。わ、それはケンさん寝てないですよ。え？お仕事、それか考え事してての寝れなかったですか。さっきメイク中に完全に寝落ちしてた。メイク中、メイク中ぐっすりしてましたね。うん。よいしょ。うん、はい、ストーリー行きましたかケンさん。あげました、ありがとうございます。 あったかいお茶。はい、じゃあケンさん本日もよろしくお願いいたします。フップルウォッチありがとう。お茶ありがとう。フップルウォッチ、フップルウォッチ。認識してなかったですその呼ばれ方を、まあね、マネージャーさんにお礼を言ったんですけど、ケンさんが気づいてなかったです、マネージャーさんは、うん。はい、ということでケンさん、宮城のライブあったじゃないですか。うん。でちょっと X とか拝見してたら、うん、なんかケンさんがすごいもみくちゃにされたっていうやつを見た。ちょっとそれ大丈夫かなって思ってて、うんうん、ちょっと冒頭であれなんですが大丈夫でした。あったよ、結構大変だったんだ。ね、結構なんかすごい激しくケンさんが掴まれたりとかしてたみたいで、うん、ちょっと大丈夫かなと思いまして。大丈夫だよ。怪我とかは大丈夫ですか。怪我とかは大丈夫だったんだけど、鼻声かな。だってフップルウォッチ、フップルウォッチの意味が分かってないフップルウォッチはみんな意味分かんないと思うよ、絶対に。フップルウォッチをなんていうの、完全に分かるようにしちゃうとね、うちのマネージャーさんの名前が分かっちゃうんだよね。フップルウォッチ、うんね、フップルウォッチ言ってって笑ってる。はい、あ、2階から見ていて怖かったです。あ、進めないぐらいもみくちゃ、うん、そう、なんかすごいね、席とかも移動されてたっていうのを拝見しまして。そう、なんか今回のコンサートで、はい、なんだっけ、まあアリーナコンサートは、はい、有明のアリーナの時はムービングステージとかあったり、うん、そうですね、そういうのがあったんで、ファンのみんなの近くに行ける環境があったんですけど、まあ、ホールは基本的にホールツアーなんで今回僕、はい、ホールってなんて言うんですか、近くに行けない。基本的にはもうね、そのステージ上のアーティストの人を見るっていう、そうですね、構図なんですけど、はい、もうなんかそれをちょっとこう僕は少しでもファンの皆さんの近くに行きたいなって今回思って行ったんですよ、うん。